セフです。ドーマです。前回に引き続き今回も奈良県生駒市から珍スポットを紹介します。まずは第二阪奈道路の一部インターの前にあるこちらの交差点、高速の下を国道168号線のバイパスが横切っている広い交差点の先に入り口があります。さて一部インターに正面から入っていく道がこちら。バイパスとインターがあるので交差点の手前に青看板が見えます。あ、横から車が出てきました。速道もあるみたいですね。で、速道にも青看板がある？なんとこの場所には2つの青看板が並んでいるのです。本線の青看板がこちら、そして速道の青看板がこちら。なんか間違い探しのようです。2つを見比べてみましょう。直進すると第二阪奈道路の大阪方面、左は斑鳩、へぐり、右は枚方、片野。ここまで来ると2つの青看板が全く同じように見えてしまいますが、違いはここ。片方は第二阪奈奈良方面と書いてあって、もう一つは何もありません。そして下に伸びる線が微妙に違うのです。なぜ下に伸びる線が2つ描かれているのか、第二阪奈道路の向こう側に行ってその真相を確かめてみましょう。はい、こうなってます。こちら側も本線と速道の関係になっていたのです。本線は第二阪奈奈良方面と書いてある方なので、2つ並んだ青看板は速道は U ターンして本線に向かう案内が、本線は U ターンして速道に向かう案内がされていたのです。元来た道に戻らないようあえて隠していたわけです。ではどうしてこのような構造になっているのでしょう。実は交差点のすぐ東で本線が国道168号線沿道と近鉄生駒線をオーバーパスしているのです。この場所から線路を越えようとするとどうしても一部インターの手前で U ターンしなければならないため、青看板が複雑な形になってしまったというわけです。続いては東生駒駅の南にあるこちらの交差点、一見すると T 字路に見えますが、別の角度から交差点を見ると T 字路の他に道が1本分岐しています。少し変わった交差点なので、先ほどのように詳しい青看板があるのでしょう。は ?104、168、終わり。地名が一つも書かれていません。青看板の突っ込みどころはそれだけではありません。なんとこの交差点、3佐渡どころか4佐渡どころか5佐渡です。なのに青看板に表示されているのは斜めの分岐だけ。斜めに進んだ後の話は書いているのに、肝心の目の前にある交差点の話はスルーです。そしてそれ以上におかしいのが、青看板の下にある国道168号線のおにぎりの示す方角、分岐を右に行くよう矢印を出していますが、青看板によれば168号は左に行くとあります。では分岐のどちら側が168号線なのでしょう。まず青看板の示している左側を見てみると、そこにあったのはおにぎりではなくヘキサ、それも青看板に出てきたもう一つの数字、県道104号線なのです。ヘキサがあるということは、この道は国道168号線ではないということになります。というわけで分岐を右側に行くのが168号線の正しいルート。数字しか書いていない怪しい青看板は嘘。謎が解明されたところで、もう少し168号線を進んでみましょう。まさかの U ターン。実は分岐を右に進んだ先には国道168号線のバイパスがあり、どうやっても南行きの車線に吸い込まれて元の方向に戻ってしまうのです。先ほどの168号線のおにぎりはバイパスではなく県道のもので、機
側から入る場合はバイパスから問題なく原道に入れますが、南から進む場合はバイパスに中央分離帯があって合流できないのです。そこで分岐の左、県道104号線を使ってバイパスに入るよう誘導されているわけです。続いて紹介するのは、またまた国道168号線にあるこちらの信号。押しボタン信号と書いてあります。なんだ、どこにでもありそうな押しボタン信号かと思ってしまいそうですが、それにしては信号機の数が多いような。青信号まで最短12秒、横断する方はボタンを押してくださいとあるので、うっぷ主はボタンを押してみました。ここで信号機に目をやると、歩行者信号のすぐ上で3つ目の信号機がこちらを見つめています。歩行者信号機が青になると3つ目の信号機も青になり、歩行者信号機が赤になると3つ目の信号機も黄色、赤。なんか普通の信号と動きが同じ。3つ目の信号機があるということは、この場所で何か道路とぶつかっているのでしょう。そう思って信号の左右に目をやると、なんとなんと黒い。横断歩道の両側は車も通れないような細すぎる道。軽車両がこの場所でピンポイントで渡るのに3つ目の信号機があるのかもしれませんが、渡った先に見えるのはイオンタウン跡地の廃墟。わざわざここを横切る理由が思いつかないのです。それにしてもここまで信号機が密集している場所は珍しいような気がします。おまけ、生駒市北部の高山地区生駒北小中学校の近くにこのような交差点があります。ごく普通の三叉路ですが、歩車分離式押しボタン信号の表示板がここにも、ここにも、ここにも、それどころか信号の裏側にも。表示板がインフレしてました。さて今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。セフでした。さよなら。